常に余裕があるように。本当ですか？切羽詰まってるっすよ。結構。結構いっぱいいっぱいですか？はい。あの、家に帰りゃ結婚しろ結婚しろ言われ。人生的には切羽詰まってる。切羽詰まってる。はい。じゃあ。僕も会社になって、逆に会社になって僕を突っ込んでみたいなと。え、じゃあ翔ちゃんが行方は？え、いやだから同じことをこう して帽子かぶって。違う、じゃあ翔ちゃんがおりなんじゃん、はいはい、じゃあ翔ちゃんいないじゃん、翔、はいはい、ちゃんいや入れ替わるんですよ、俺か翔ちゃんじゃん。じゃあ今でもできるじゃんっていう。入れ替わって、はいはい、突っ込みまくりですよ。ほんと、はい、全く逆のことをしてやろうかなと。こう、はいはい。帽子かぶって、はいはい。じゃあ覚悟してます。そんな感じで、そんな感じで、はいはい、大丈夫です。はいはい、はい、ということでちょっといろいろ聞いてみましたが、今後の活動なんかを聞いてみたいんですけどね。こっちゃん今日はやめときますか。こっちは託されました、託されちゃいました。多分今後の活動はとか言ったら村の発展とかいかねえだろう。託されました、はい、はい、村の発展を祈って、はい、まあ、村の発展も願いつつ、去ることながら、去ることながら、はい、ですね、ちょっとライブがまちまちだったりするんですけど、まあ夏に向かっていっぱいやって曲もいっぱい作っていこうかなみたいな感じで、まあ来月、今何月ですか？今4月ですね。4月ですか？はい。5月のライブあたりからちょこちょこ新曲も出していきたいなっつって、今みんなで、頑張って作ってるわけですけども、その辺も期待していただきつつ、ですね。そう、ライブしかやんないし、ライブしかやんないことはないですけど、あの、まあ今年中にはもうちょっと曲数の多い音源を出したりとか、まあ僕たちだけでライブをやったりとかもできたら、やったりとかできたらいいななんて思ってるので、よろしくお願いしますということです。はい、はい、以上、はい、以上ですね。はい、まあ音源も含め新曲もライブでは披露されということですね。はい、じゃあ、最後に一言ずついただきたいんですが、はい、じゃあ君からまた順番でいきましょう。今後もまたどんどん変化していてナイチンゲールが見れると思うんで、その辺を楽しみにしながらライブに毎回待ってますんで来てください。お願いします。流れましょうか。 どうしましょう。僕が聞きますが、流れましょうか、ね、最後コンちゃんの方がいいのかな。そうですね、はい、ですね、まあ、とりあえず今日はこんな天候の中、来てもらいましてありがとうございますということからですが、今こうやって5人で並べてることがすごく嬉しくて、前にここに座ってる時は3人でドラムもいない状況で、3人であがいてたわけですけども、やっとこういうね並びになって、ちゃんとバンドとして活動できて、 CD が出せてライブができてっていうことをすごく嬉しく思っていて、でそれを聞いてくれて何かを感じてくれた人たち、ここにいない人たちもいるんでしょうが、わざわざね来てくれた皆さんにはすごく感謝していて、まあ感謝して何を返せるかって言ったら、やっぱいい曲を作っていいライブをやって、いいものをどんどん作り続けるしかないのですが、まあそんな俺たちではございますが、今後ね、もっと今年はステップアップをしていきたいし、みんなの支えがないと俺たちも成り立たないんで、そういうことを俺たちとあなたたちで、意識しながら支え合って持ち上げ合って、みんなででっかくなっていって、
誇れるバンドであったり誇れるファンであったりできるようになればなってるけども、うん、もっともっとそういうことができればいいなと思っていますので、また音源が出た際にはこうやってね近くで話して笑ってやりたいんで今後ともよろしくお願いしますということです。はい、じゃあ向井さん。そうですね、まあ今年になって五輪になってまだまだ成長する部分もいっぱいあると思うし、まあ、進化していく部分もいっぱいあると思うんで、まあ、ついてきて、まあ、応援してもらえればそれに応えていけると思うんで、まあ、これからもよろしくお願いします。そうですね、5人になって、2ヶ月経ってまたこれまだまだこれから覚え吸収したこともあるし、もっとまだ荒削りな部分もあるんで、でそれはもっと いろんなことを伝えていけたら、それはサウンド面でもそうですし、うん、一人じゃできないもんだと思ってるんで、それは生きていくことも一緒だと思うし、うん、音楽だけじゃない、別に音楽やってる人が音楽だからって答えじゃないと思うんで、でみんながいないとそれはできないことだし、それはそれで一体になってやっていけたらいいんじゃないかなって、その思いが常にあるんで、一人じゃ何もできないんで、温かく目を持ってください。お願いします。楽しめましたか？本当に？なんかこんな感じだけども、応援してくれたら幸いです。なんていうのかな、なんで笑ってんだこれ。まあとにかく頑張るので。いろいろ葛藤はあるけども、それなりに自分なりに考えて答えを出していくんで、それの提示したものに対してできるだけ受け止めてもらえれば嬉しいかなと。やっぱ俺たちも人間なんで、バンドをやってても何ていうのか社会としての人としてやっぱ流動的なんで、パフォーマンス的に全てが完璧に全くできるわけではないと思ってる。まあ長い経験上そうなんで、まあ、ぶっちゃけなんか投げ出したくなる時とかもまあ皆さんもあると思うし、俺たちも同じようにあると思うんで、その辺まあでもエンターテインメント的には多分罰だとは思うんだけど、極力俺たちも人間であって、皆さんも人間であるっていうことで、同じ人間っていうところで気持ちを共有してライブを展開していければいいなって思ってるんで、まあ、まあこれからのバンドっていうのはあるので、もしあれだったらいろんな人に伝えてもらって、一人でも多くの人に共感してもらいたいっていうのもあるんで、友達とか誘って、一度ライブとか音源とか聞かせて